ポケゆるチャンネル始まるよ。どうも、ポケゆるチャンネルのようです。今日は1月7日開催、ポケゆる杯の振り返りです。ポケゆる杯を知らない人に簡単に説明すると、月に1回以上開催、予選スイスドローで上位8名を選出、上位8名で決勝トーナメントを行い、優勝者には景品プラス優勝者限定の大会の参加権を授与しております。優勝者限定大会はクルーザーディナーなどがもらえる超豪華なカタログが景品として出されますので、ぜひ参加目指して頑張ってくださいね。さて、今大会のデッキ分布はこんな感じ。圧倒的にロスト系統が多い大会となりました。 D レグ最後の大会だったので、ダイナやモルペコなど各々思い出のデッキを使用する方が多かったです。中には翡翠ドレディアなどの面白いデッキも見ることができましたよ。そして今大会の決勝はロスト VS ハピナスとなりました。流行のロストと D レグ特殊エネの集大成ハピナスがどのような試合をするのか、ぜひご覧ください。それではどうぞ。俺が緊張すぎてえずいたらカットしてください。やめて、そんな笑っちゃうから。閲覧注意です。チーム戦でトーナメントちょこちょこ上がった時、毎回トイレ行って、マジですか。緊張。俺が負けたらやばい。最初は違って、先行もらいます。ないです。よし、盛り込まれてもらおう。今日もやります。あ、どうぞ。じゃあ、決勝戦。バトルスタート。ありがとうございます。取れます。はい。よし。はい。じゃあマックにします。はい。もう無理だ。やめよう。マジ笑わせないで。もうなんか録音された音声って変な風に聞こえるからな。楽しみだな。入れたら120万じゃん。お前そうです。2枚で。これファンタジー。うん。じゃあ、参りまーす。これで一発。はい。参ります。まあ、でも、これと、チャイニング月光が。お願いします。じゃあ、ファンタジーしたね。ファンタジー。隠しだ。はい、どうぞ。水切って、はい。わー、やめて。いやもう一つに追いつくしかないか。はい、重いです。くそー、はい、入れます、はい、花よ。そう。うん、ね。お。よいしょ。はい。やろうかなーす。あれ、カットもしもってですね。あ、しないですね。はい。4枚しちゃう。ボボケしてくれ。はい。終わります。3枚で。はい。セーフで。はい、大丈夫です。はい、バカ。はい。ちょい。はい。こちら。はい。ダメエネルギーです。なんだろう。水上ヘビーボーン。あ、これも全部入ってるのか。アホなこと言ってるのも全部入っちゃうんだ。持ってくるもんないでーす。はい。そうか。どうしましょう。はい、ヨンさんがやってください。じゃあ、僕がやりまーす。はい。はい。はい。ありがとうございます。はい。
お願いします。1枚で。あ、これで。これで切っていきます。1枚もらいます。これは何枚になりましたか？手札が6です。大丈夫です。どうしよう、ネジキとかでそいつが月光しるけん打ってきたこと泣いちゃうな。オールが入ってない。前の番サポってないですもんね。サポは打ってないですね。了解です。マシュお願いします。今、うん、勝ちましたね。実は先ほどは70点です。はい、失礼します。今日もはい、はい、どうします。チャレンジ番号になります。はい、はい、ないです。くぅ、まあでもこいつ来たんでよしとします。どんどん行きます。お前です。はい、マジかよ。いやこれはですリフレスするしかないじゃん。いやこれとこれになるな。しょうがないな。これ出すと同じゲットと返しに行く。はい、3枚。何回だ。届けする110。はい、はい、やってみましょう。はい、ライナー。これ剥がすの大変なのよな。終わり。はい、終わり。はい、ポケモンバレ。はい、倒します。130、150。はい、1枚もらえます。4枚。はい、この時期。はい。はい。これ使えてバトルできます。はい。ないです。はい。うん。はい。はい。お願いします。はい。一個。はい。すみません。はい。このヒント出します。はい、大丈夫。はい、大丈夫。2枚で、うん、2枚。はい、大丈夫。はい、押すと前で、こいつがあと7点の3点増して倒します、はい、で残りが3、5点か5点をマティナスルイこっちでこっちで行きます。はい、こっちで行きます。1枚もらいます。はい、ロボの効果で、はい、剥がすとしまして今3枚もらいます。はい、ペンボンバーで行きます。はい、はい、どうぞ。はい、どうぞ。
泣きそう。はい。次もバッチリ。お願いします。ちょっと見ないか。ガンガン、はい、よはい、はい、うん、そうだ、はい、あ、これで1分でーす。いきます。ベストワイン。おぉ、6です。6、6。はい。足します。はい。足します。はい。はい。お了します。ありがとうございました。勝てない。いや、続けてても勝てないな、これが最終だと。ありがとうございました。今回見事に勝利したのはハピナスのモッチーさん、おめでとうございます。ポケール杯は試合だけではなくビンゴ大会などもあり、初心者の方でも楽しめる内容で取り組んでおりますので、皆様ぜひ参加してくださいね。この動画がいいと思った方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。ポケールチャンネルでは自主大会であるポケール杯を毎月開催中。詳しくは概要欄から Twitter をご覧ください。それでは。